話しても通じないなら強引な手段を取る。強引な手段もダメだったら逃げる。人工知能なのに、あのプロメテウスっていうやつは、今まで私が見てきた人間よりもずっと融通が効くみたい。だからこそ、プロメテウスは、セントソルトスノーを管理するシステムを作り出せたのかもしれないね。もちろん、死者様の肩を持つわけではないよ。ただ彼女が急に姿を消したのは、何らかの膨大なシステムの一部かもしれないと思ってね。もし本当にそうだとしたら、余計にその裏に隠されてる企みを警戒しないといけないわ。でもさっきの会話では役に立つ情報も手に入れられました。たとえ今ゼーレンがいわゆる死後の世界にいるとしても、彼女は死んでいないと思うんです。もしかしたら眠ってるのかもしれませんし、私たちと同じように再会の方法を探してるのかもしれません。月にいた時みたいに、まだ彼女の存在を感じることはできません。今の話も緻密な観察によって導き出した必然の結果ではないんですけど、そうだと信じてます。今まで彼女が何度も私を信じてくれたように。ええ、ゼーレの仮説を前提にして考えましょう。あなたたち三人はウサギがあらかじめ設置した転送装置に入ったのに、最終的には違う道を通り違う世界にたどり着いた。そう考えると、その死後の世界も元々は漁師の海に漂うもう一つの世界の泡なんでしょ。そして何らかの未知の変化があって、私たちが今いる世界の泡との間にもつれが発生した。そのせいで本来セントソルトスノーに来るはずの人が、何かの理由によって二つの世界の泡が入り混じってるところで迷い、死後の世界にたどり着いてしまった。キラ先輩は何か気になってるのかな。とにかく今の私たちは死後の世界の出入り口を探すべきよね。もしくは何らかの媒介を頼りにして、あちら側にいるゼーレと連絡を取らなくちゃ。でもそうだとしたら原点に戻ってませんか。プロメテウスさんはこのセントソルトスノーを管理しています。もし私たちがたどり着く前にそういうもつれが本当に発生してたなら、彼女はそれを知ってるはずです。別に一人に集中する必要なんてないと思うよ。あの世界の存在を信じてる人はここにはいくらでもいる。考え方を変えて住人たちから情報を集めるっていうのはどうだい。それはそうだけど、一人ずつ聞くなんてあまりにも時間がかかるわ。ビタ、知り合いにいろんな情報を知ってる人はいない？先に言っておくけど、あなた自身以外の人のことよ。さすがに自分のことは言わないってば。実は高等の賢者の使者は一人だけじゃないんだ。例えば一人の隠者がいる。使者でありながらも彼女は他の人とは違い、ほとんど外に出ないんだ。セントソルトスノーの未来を説明する詩集を書くためにね。未来を説明する？じゃあ彼女が予見する未来には世界のもつれも含まれてたりするの？それはわからない。でも百聞は一見にしかずだ。僕についてきて。ところでその隠者っていう人はどうして中心部に住んでるんですか？分かってないわね。隊員は位置に隠るって言うでしょ。こういう賑やかな場所にいることでより精神を磨けるのよ。その通り、みんなのパフォーマンスと同じ理屈だよ。ええ。パフォーマンスを見せる機会なんてもう二度とありませんように。
ごめんください。まだ布教の時間じゃないわ。お帰りを。死後の世界についていくつか質問したいだけなんだ。そう時間はかからないよ。布教の時にした話だけじゃ足りなかったの？それとも布教に興味なんてなくて私を頼るしかなかったからここに来たのかしら？そういうわけじゃないよ。この人トゲのある話し方しかしないわね。ビタ、私が話すから少しどいて。ああ。いいえ、それは違うわ。死者の話を聞いて、死後の世界に強い興味を持ったからこそ訪ねてきたのよ。アルマ、私は誤解してたようね。ええ、それにドア越しに話すなんて不便でしょ。声がよく聞こえないのはまだいいとして、万が一口頭の賢者の真意を間違えたら、それこそ残念すぎると思わない？大丈夫よ。ちゃんと誠意を持ってさえ千の潮の山があったとしても、私たちの信念の邪魔にはならないわ。ドア越しで会話をしたいところはキラ先輩とそっくりですね。あの時は仕方なかったのよ。この人はわざとでしょ。じゃあこのままドアの外にいるわね。それで死後の世界に関することを教えてくれるんでしょ。もちろんよ、我が友。でもその前に、少しあなたたちの心を覗かせてね。心？私の推測が正しければ、一人目のお客さんを除いて、あなたを含めた三人はみんな、ここの人間ではないのよね。どうして？それは言えないわ。どう？まずはあなたから、その心を私に見せてくれる？今さら断るのも良くないわよね。ええ。10分も経ってるのに、どうして黙ったままなの？それに、ドア越しなのに、どうして？遺憾は、憧れによって生まれた。剣舞は、形が似てるから生じた。矛盾は、あなたの心の中でさまよっている。まるで、水の中で浮いたり沈んだりする潮のようで。かつてのあなたは理性に束縛され、天理や人情に反することをした。そしてあなたはそれによるマイナス面を受け止めようとせず、その原因を他人のせいだと勝手に思っている。長い時間はあなたの不安を薄めず、むしろ嫌悪をより強めた。今度会ったら絶対に仕返しをする。相手のことをよく知らないのに、あなたはその思いから今まで行動してきたのよね。キラ先輩、忍者様の話、事実じゃないですよね。一部は結構当たってるけど、それ以外は。当たってるかどうかは重要ではない。一番重要なのは、私たちの信念がこの過程の中でつながったことよ。ええ、そうね。心が穏やかになって初めて水が澄み渡るの。言えることはそれだけ。アドバイスどうもありがとう。ちゃんと検討するわ。では
2人目のお客さん、準備はできた？え、もう？忍者様、私、何をすればいいんでしょうか？さっきの彼女と同じように、ドアの前に立ちなさい。はい。緊張します。気持ちで未来に立ち向かうことができる。生活に関しても仕事に関しても、あなたは勤勉な心を常に持っている。そしてどんなことも真面目に扱ってきた。だからこそ多くの賞賛を手にしたはずよ。今はまだ苦手なことを克服できてないけど、努力すれば叶うはずだと、あなたはそう信じてる。あ、当たってます！親以上に私のことを知ってる気がします！彼らは分かっていないのではなく、口に出さないだけかもしれないわよ。少し先の未来で、あなたは今までの願いを叶え、彼らにとって自慢の娘になれるでしょう。ありがとうございます、忍者様。私、頑張ります。次は、私の番。あら、最後は、最も特殊なお客さんね。今までそばで聞いていたあなたに、話したいことがいろいろあるみたいだけど。はい。でも彼女たちの心が読めるなら、私に対しても同じことができるんですよね。もちろん。あなたからは未来への不安、現状に対する不満、私に対する疑問、そして眩しい欲望が見えるわ。あなたは向こう岸に落ちた宝物を取り戻したくて焦ってる。だから何があっても、あなたはその人の居場所を知ってる可能性が一番高い私に好感を抱かせて、死後の世界に関する情報を得ようとしてるのね。確かにあなたは強い執念を持つ人だけど、純粋ではない。少なくとも今はまだ全てを知るほどの純粋さを持っていないわ。だから次は私たちに高等の賢者に会うべきだってアドバイスをするつもりなの？確かにそうね。ふーん、なるほど。ノストラダムスは思ったよりも心が狭いようね。一人目のお客さんと違うって言ったり、私が誰かさんにしたことを誇張してたから疑問に感じてたけど、あなただったら全部辻褄が合うわ。ミステル。お久しぶり。キラさんはますます口達者になったようね。めでたしめでたしと言うべきかしら。ミステルさんこそ、半年くらいしか経ってないのに、ますます嫌われる才能が上達してるよね。ミステル、あなたは本物の忍者じゃないんでしょ？彼女ならもう少ししたら目覚めるはずよ。心配ないわ。あなたたちこそ本当に死後の世界のことを知りたいなら、高等の賢者と会った方が楽だと思うわよ。つまり忍者を装ったのは
ただそのアドバイスをしたかっただけなの？私のことを信じて会いに行くって決意してくれるならそれはそれで嬉しいんだけどね。結局のところ私はただロールプレイがしたかっただけなの。え？ただのロールプレイだったんですか？さっきの話はほぼ全部当たってたのに。言い当てられるのは私たちのことを知ってるからよ。だからわざとビタさんの話をしなかったんですね。でも私のことは知らないはずでは？一定のコツがあれば誰だって初対面の相手の性格や経歴を推測できるの。それに私はあなたが最初に放った言葉を参考にして誰にでも当てはまるような曖昧な説明をしただけよ。勤勉な心を持ってない人なんていないでしょ。こういう世界で流行ってる星座や占いのほとんどは簡単な話術でミステリアスな雰囲気を作ってるだけなの。でもそういったものを道を照らす明かりにしたり未来を決める時の参考にする人は結構いるわね。うん。でもスーサナに言った最後の言葉は嘘じゃないのよ。もちろん高等の賢者のところに一緒に行こうって誘いたいのも嘘じゃないわ。私たちが断ったら？あら、その時は仕方なく強引な手段を取るしかないわね。このイデアの種たちはどこから出てきたんですか？セキータさん、ここは私たちに任せて少し離れててください。ああ、そうなんて言っておきながら何度も私たちをバカにしてるじゃない。腹が立つわ。これってまさか本に書いてあった拷問の会ってやつですか？まずは目の前の敵に集中しよう。素晴らしい戦いだったわ。大げさな振る舞いはやめなさい。あなたとプロメテウス、そしてずっと塔に隠れて出てこようとしない高等の賢者は一体何を企んでるの？あら、誰も教えなかったの？そうね、今この時にどうしても説明が必要なら世界を救うっていう理由はどうかしら。僕たちの世界は平和なのに？ビタ、私たちが本当に救いたいのはもう一つの世界よ。あなたたちが深く信じ幸福を祈ってる死後の世界。私が気まぐれで忍者を装ったようにプロメテウスや高等の賢者は何らかの役に扮してるロールプレイ愛好者だと思っていいわ。それに私が見る限り、高等の賢者のような、きちんと役割を果たして、毎日どう他人を救うべきかって考えてる人が、あなたたちの敵に回るとは思えないわ。あなたが、世界を救う？今までしてきたことを思い返してみなさいよ。あなたたちが何を計画していようと、今の話が嘘じゃなくても何の説得力もないじゃない。むしろ余計に嫌悪を招くだけよ。もちろん私が色眼鏡で見てるだけっていう可能性もあるわよ。何しろ私は塩漬けにされた塩系アイドルだから、色眼鏡くらいかけておかないと雪目になるかもしれないし。どうしましょう。全然輪に入れません。大丈夫、キラ先輩は節度をわきまえてるはずだから。多分ゼーレさんだって確信してませんよね。剣をね。それならセントソルトスノーの本当の辺境に行ってみるといいわ。
あなたたちが改めてあのことに気づいたとき、あらゆる秘密の答えが明らかになるでしょう。